同じく自称フリーライターをやっております岩本太郎と申します。よろしくお願いします。まあ、今日公安が来てるんじゃないかというようなことが言われてましたけれども、私も実はまあ、国会前 の例の反原発運動とかですね、まあ、過去に大問題とか取材したこともありますし、まあ、寺澤さんたちと一緒に共謀罪反対運動なんかも参加したこともあるんで、まあ、公安さんにはとっくにもう名前も住所も顔もバレバレだと思うんで、別に今日来ていただいても全然構わないんですけども、まあ、その国会前の一昨年ですね、その6月5月6月あたりからずっと取材してくる中で、たびたびやっぱり自称フリーライターということで不利益を被りました。非常に警備が厳重で、そうした中を、一般のマスメディアの腕章をつけた、まあ、TBS 朝日新聞だ、まあ、そういう人たちがすいすい欲を取っていくんですね。それが私はフリーライターですっていうだけでダメだっていうふうなケースも何度も遭遇しまして、もうそのたんびに非常にこれは一体どういうことなんだろうっていう、まあ、疑問は、まあ、先ほどの、まあ、佐藤さんの、その自称記者っていう話、まあ、記事の方も私も読んで非常に憤りを覚えておったんですが感じていました。でご存知の通り、その、まあ、国会前 その、まあ、官邸前 その反対運動っていうのは、そうしたマスメディアが取材しているにもかかわらず、実はすごくマスメディアの報道が出るのが遅かったんですよね。6月ぐらいからすごく湧き上がったのに、マスメディアが取り上げるようになったっていうのは、まあ、同じ年の8月ぐらいからですか、中には未だに取り上げないところもあるという形で、実はマスメディアが非常にちょっとこれ鈍いっていうことが私ちょっと、まあ、非常に問題視するところで、例えばこの秘密保護法の運動に関しても、昨年の、まあ、法案が出てくる段階で、実はもう10月ぐらいからもう、反原発運動とちょっと、まあ、関わるような形で、官邸前、国会前ではみんな人が動き出してかなり盛り上がってはいたんですね。ところが実際にマスメディアがこれについて動き出したっていうのは非常に遅かった。まあ、ペンクラブやそういったところについて もう11月のもう法案がもうだんだんもう取っちゃうのが当たり前なんじゃないかみたいなところになって、やっと動き出してきたという形で、メディア自体が非常に鈍いんだけれども、一方で、メディアにいわゆる属さないフリーランスや全く一般の人たちっていうのが、自発的に集まって大きな行動を起こすということは、すでに行われてきたわけですよね。まあ、その結果まあ、採決当日の12月5日6日あたりっていうのは非常に国会前も非常に盛り上がりましたし、まあ、そういう盛り上がりの運動の盛り上がりの中で、まあ、石破さんが、まあ、テロ、あらテロだみたいな発言をしちゃったわけなんですが、あの方結構冷静な人だと思うんですけれども、まあ、そこまで追い詰められてそういう発言をしたんだろうなと。ちなみに打足ながら言いますと、例えば山本太郎さんが天皇陛下に手紙を渡した時に、あれを手紙テロだって書いてある週刊文春ですよね。どっちかって言っても、まあ、そういうメディアの方がむしろそういうふうな権力のおさぎも担いでやってるような、まあ、雑誌っていうのはもともと野党的なですね、ジャーナリズムだったと思うんですが、最近はどうも雑誌も売れなくなってきたからのせいか、そういう保守的な世間の兆候に乗るような形で、まあ、お先を担ぐような役割になってしまっている。だとすれば本当に、まあ、テレビにも、新聞にも雑誌にも、まあ、属さないこういうフリーランスの自称の私たちが、声を上げて聞く必要があるんではないかと思いますし、あの時まあ、国会前を取り囲んだ人たちが必死に秘密保護法案制定反対っていう叫んだムーブメントっていうかあそこから生まれたものを絶やしてはいけない。昔まあ、共謀罪反対運動をやった時に私もちょっとこんなこと言ったことがあるんですけれども、もしかしたら砂漠に水をまくようなことをやってるのかもしれないけれども、水まかなきゃ出てくる芽はないって言ったことがあったんですね。で、まあ、あの時も実はちょっと負け戦かなと思いながらやったんですけれども、結果的に共謀罪っていうのは廃案に追い込めたっていう、歴史がありました。だからまあ、さっき寺澤さんが、まあ、負けるかもしれないっていう確か言ってたと思うんですけれども、でも確かにそうなんですよ。負けるかもしれないんだけど、やっぱりこういう声を上げていくことによって向こうもそういった運動を通して、まあ、実は政治家ってやつは結構そういう世論の盛り上がりっていうのを怖がってるんだなっていうことがすごく、実感として、分かりましたし、まあ、こうやって突撃していくフリーランスみたいなものを警察とかプロのメディアっていうのがどれだけ恐れてるかっていうのも、まあ、よく分かりました。だからここはちょっと、まあ、そういう人暴れみたいなところにちょっと加わろうと思って、今回おそまきながら原告に加わらせていただいた次第です。どうかよろしくお願いいたします。